週刊高速道路95号線の週刊高速道路4 5号線との分かれ目週刊高速道路95号線はアメリカ合衆国先海岸を南北に結ぶと週刊高速道路で全長で1908マイルでアメリカ合衆国際南のフロリダ州から最北のメイン州を南北に結ぶ週刊高速道路のうち最古級で全長は6番目に長い 週刊高速道路九十五号線は南のフロリダ州マイアミから北のメイン州ホールトンでカナダ国境までである。週刊高速道路では一番長く、全週刊高速道路では六番目の長さである。i 十五は国道一号線とほぼ並行して大西洋岸を走っていて、途中アメリカ合衆国南東部のマイアミ、ジャクソンビル、サバンナ、ファイエットビル、 アメリカ合衆国中部大西洋岸のリッチモンド、ワシントン DC、ウィルミントン、ボルチモア、フィラデルフィア、ニューヨーク市、ニューイングランドのニューヘイブン、プロビデンス、ボストン、ポートランドなどの州都あるいは主要都市を通過している。週刊高速道路95号線は全米の主要東西週刊高速道路の東側出発圏になっているなど愛マイナス95の歴史は 週刊高速道路として最も古く多くの部分は使用されていた。最後に完成したのがニュージャージー州の部分で2018年9月に週刊高速道路として使用されるようになった。ありがとうございます。